ドゥン、ドゥ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 ン。まさか。みんな、俺が新しい監督の遠藤守だ。よろしくな。いやそうだよな、お前技レベル上げてないからな。この寸ミリ単位で避けるっていうね、寸ミリ単位で避けて止めれるぞっていうの見せてくない。サンゴどうした、なぜ必殺技を使わなかったんだろう。伝説のゴッドハンド、この目で見られると思ったんだが、ひょっとしてあの面倒守ら偽物とかフィブスが作ったロボット。やべえ、浜野がここで伏線を出しやがった。やべえ、伏線出しちゃったよ、浜野が。いなれ GO2 でメガネちゃんはメカエンド出てくるか。え、マジか、浜野のここで伏線だったのか。なんであいつが泣くんだよ。それを見ていた神道、いや気まずいな、そら気まずいわ。俺のために泣いてくれるのかみたいな。今誰かいたのか、キャプテン。そこにいるのはキャプテンでしょ。何それ。シンドキャプテン待って。なんか恋愛ギャルゲで歩くない、こういうの。ギャルゲでさ、そこにいるのはあなたなんでしょって歩くない。なんかギャルゲ要素。これはシンドを攻略するでしょうから、天馬くんでシンドを攻略しようって。悩んで苦しんでそれでもがいているように見えます。なんでだよ。うるさい、俺に構うな。やばい、ギャルゲだ、みんな追いかけよう。ギャルゲだ、ギャルゲ。急にギャルゲ始まった。サッカーへの情熱なんてないんだ。違います、キャプテンはサッカーが大好きなはずです。これが証拠です。この中にキャプテンがサッカーを大好きって気持ちが詰まってます。証拠突きつけられたらな、困るな。脅しじゃねえか、こんな脅しやんこれ。さあここでキャプテン男泣き神道です。なんででもだ、お前だって分かってんだろ。今のサッカーに本気になる価値なんかないんだ。まあまあありますよ、あんなに実力つけたのにな。やめるなんてそんなのおかしいです。キーパーがドーピングだからな。お前のような勇気がない。俺なんかにキャプテンの資格はないんだ。キャプテン神道じゃ楽やん。資格ならあるさ。俺だって本当は勝ちたいんです、うん、これ以上無様なサッカーはやりたくない。いや違う、ちゃんとねシュート打ってんだけど、キーパーが強すぎるんよ。あいつ強いんよキャプテン。影浦強いんよ。ラスボスじゃん、あいつ。この子かわいい。いや、ポニーテールは好き。うなじが好きです。この学校、うなじ許可されてるんか。すげえな。なんか全国のさ、中学か高校知らんけどさ、どっかのところで、なんか、ポニーテール禁止のところがあったんよね。びっくりしたわ。なんか、うなじで、男子の性欲じゃないけど、そういうのがそそられるからとか、影響されるからって。意味わからんわ、あんなもん。当たり前だろ、そんなのと思うけど。その理由がずっと分からなかった。もしかすると俺はあいつの天馬のこの笑顔を見たかったのかもしれない。やばい、天馬と神道の組み合わせ、ここで開花する。そしてそれに嫉妬する。なんだっけ、キリノか。神道大丈夫か、落ち着いたら連絡してくれ。俺も後で家に行くからな、キリノ。やべえ、キリノはいなったでポイント稼ぎしてる。天馬と、いやキリノの戦いか、ギャルゲ、いやBLか、ちょっと俺はあんまり好きじゃねえけど、意外と見たい気もある。なんだ、ゴール普通に、また罰か。いや、お前、青い目腐っとんのか、クラマだぞ、取ったん。さあみんな、これが強くなった神道の力です。オリンポスハーモニーやばくない、映画で出てきた技をここで出せるっていう GX TP 減って、おい話が違うじゃねえか。 TP 減っちゃった。キャプテン、ポルテシモを見せてください。いや、バカジョーカーレインズ嘘だろ、これポルテシモ S なっとる。あそこは S ならないんだね。では俺たちも、おお、出るんかこれ。
勝利を目指して行けよ超人ファルコ。超人ファルコ、いやあんまり好きじゃないけどな。いや、やっぱキングバーンを出してほしいな。ファルコなんかお前もう弱いやん。こんな多分俺が我が化身超人ファルコ、思い知らせてやるぜ、シードの使う化身の恐ろしさを。え、ファルコンウィング。いや大丈夫、三国パイセンなら止めてくれるよ。あいつのね、バーニングキャッチャーか化身シュートも止めちゃうんだぜ。三国先輩、うえ、バーニングキャッチ、バーニングキャッチ、バーニングキャッチか。ここで登場、三国の本当の力。え、点を入れさせてたまるか。え、まずは石崎と石崎みたいな顔面ブロックからの、あいつ無駄だ、化身のシュートは化身にしか止められん。天馬、このままじゃ答えてくれ、俺の化身よ、あいつのシュートを止めて勝つために俺に力を貸してくれ。うわやべえ、出しちゃったよ奏者マエストロ。バカな、化身を自らの意志で出したのか。だがそんな不安定な化身に何ができる、くらえ。やべ、お前も石崎か。やはりダメなのか。ダメなのか。自分の心に聞いてみろ、お前たちのサッカー、本当のサッカーってのが何なのかを。よー、ライモンのゴールは守ってみせる。お、ここでバーニングキャッチ、バーニングキャッチでやんす。いや、退化してる、おい技弱くなってる。まさか3人がかりで決心のシュートを止めただと。試合に勝ちたい、その気持ちもう揺らぎはしない。俺に最後まで力を貸してくれ。いやー、出しちゃった、出しちゃったよ。何出してんのお前。え、いらないよ化身なんて。化身が完全に実体化した。よし、これが俺の化身、奏者マエストロだ。さあ行くぞ、本当のサッカーを、俺たちのサッカーを取り戻すんだ。あっさり覚えたねあっさり覚えちゃった。さあみんな、化身だって、化身だってよ、解除しようぜ解除しようぜ、いらねえいらねえ。化身解除して、化身解除して、ごめんごめんごめん、お前しんどしんど、ごめん。さあみんな集まってくれ、みんなこっから点を取るぞ。やべえ、クラマが間に合わないわこれ。いやでもサイドワインダーのせいで止められる可能性あるから全然。いや無理や、どうだどうだ。いや、ラピッドウィップ超ロングシュートが入ってくー素晴らしい、クラマロングシュートあげ、ロングシュートあげ、クラマ強い、ラッシュか。今日の試合やる気ないのにめっちゃあるかな。ラピッド、これ入る、これ入る、どうだどうだ、入るこれクラマやる気ないじゃん。今の三国先輩は強くない、させない。まあまあさ、ライモンらしくなくない、クレイモアって。ファールなし、いやん、やばいやばい、あ、キーパーも変わりやがった。どうするどうするどうする、南さん、アッチアッチどこ、アッチ下がりすぎだろ、お前上がれ。インターセプト、まずはインターセプトを狙う、逆だった、どうする、パスしたらオフサイか、これ外回り、外回りをして、まずは取る、まずは取る、ナイス、オッケー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 、シュートだ、エターナルブリザード。何分何分、いや三国大地、大地の活躍ができないか、三国何もしねえじゃんお前。最後にちょっとフライングフィッシュを打って島にしようぜ。打ちたい打ちたい
撃ちたい撃ちたい撃ちたい、終わろう終わろう。さあちゃんとギリギリで、うわー、まあ三国だけだね、名残惜しいな。さあ7点か、なんとも言えねえな。多分あれなんだっけ、ゼロもいらなくない、ゼロも。やべ、後半からの巻き返しがすごすぎる。失点してるから A ランク最悪。いや失点イベントじゃねえか。支配率 60%、 なんもない、なんもない。